ギありがとうヤッホーそうメール届いたかなどうかなそうさっきメールに送ったんですけど美容院に行ってトリートメントしてきましたどう伝わる 伝ありますかこの光に当てたらシャラ <laughs> そうサラサラになった良くないえ、もう本当に もうずっとこうやってやってしまうもうサラサラすぎてもうずっと <laughs> 触ってしまうんですけど綺麗になりましたやっといけた天使のは確かに <laughs> 黒い服着てるから髪のキラキラよく分かるおっそうキラキラになりましたね CM いけるよりよ <laughs> CM いけちゃうこれはトゥルトゥルだよトゥルトゥルリオシャンプー <laughs> えっそうめっちゃいい匂いする要は病院後の匂いが好きでずっと匂う <laughs> 昨日は「僕の太陽公園最後の「僕の太陽公園ありがとうございました ありがとうございました本当にもう最高でした <laughs> もう楽しすぎてその今までの牧体公演の中でも一番に楽しくって本当にメイナがお花畑しようとしてる 日差しもも強くななるるから髪の毛定理もより大切になるそうなんですよ去年さそれでもうやらかしたのでもう日差しにやられて頭皮も焼けて髪の毛もごっそり抜けてもう大惨事だったのであの髪の毛事件 <laughs> 今年はどうにかしてでも髪の毛は守りたい <laughs> もフフフフ 一緒の感じにはなりたくないんですけど声楽しかったよかった試験さんありがとうございます高校生になりました15歳のりあつのことはカ村りゅうです披露してくださいそうなんですよ明日のドラさんコンサート見に行けるの いけないんですよ、えー、明日はリオもお仕事があってウィーンいけない明日土曜日だもんね 人間ってあんなにジャンプできるんやと思ったあ、そう、さっきインスタ載せました。<laughs> いや、あの、あれ、マーナが撮ってくれたんですけど、あの <laughs>、いくよって言って、3、2、1、ジャンプって言って何回も撮ったんですよ。何回も撮って、あの1枚だけ奇跡的に撮れてて、それ以外のは本当に、もう地に足がついてて、失敗だったんですけど、失敗みたいですか、皆さん <laughs>。 で、なんか <coughs>、その、ジャンプ成功してるやつが、その、インスタに載せた、あの一枚しかなくって。そう。奇跡的に。でもめっちゃハグツンしてて。ただ、顔アップにしたらわかると思うんですけど、めっちゃ、ハグツンが <laughs>、すごくて、そう、めっちゃ満遍の笑みだから、めっちゃハグツンしてて、 <laughs> ちょっと見てみてくださいそうなのでイ演出載せたので見てくださいいいねとコメントあとストーリーも載せてるので昨日もねストーリー載せてるので見てくださいでもまあねあれがリオなので隠す必要もないかなと思ってリ <laughs> オん今日も可愛い嬉しいそう <coughs> 昨日 北大公園あリーアカビやってみれたありがとう見てくれてもうほんとに楽しくって楽しくてもう終わりたくなかったのになんか昨日本当に一瞬で終わったんですもう体感1秒うん体感1秒体感1秒で終わっちゃってもう寂しかった。 本当にそに悔いなくめっちゃ全力でやりきれて楽しかったですそうめっちゃ盛り上がった平日なのにね見に来てくださってあとさ利用位置は持ってる人も多くて嬉しかったしフレライトもたくさんあってラプツンですあと その正規メンバーになって JK リオツになって初めてのパフォーマンスと公演だったからもう気合い入れて望みました <laughs> そうなんかリオウチはコミュニティさんがなんか配布するみたいなの見てそう見つけやす、ま、かったですリオウチは。 リオツの昨日の声の髪型かこういうい方そうなんですよ昨日はねあの髪型アレンジ初めての髪型アレンジで昨日はあのもうね一番最初に絶対やりたいって思ってたハーフツインをして、まあ、リオといえばハーフツインじゃないですかそのオーディションの頃から見てくださってる方は多分リオといえばハーフツインって感じなんですけどその <laughs> 暴れ<と>る <laughs> その STU のあのオーディションの時にリオよくハーフツインしててその時まだ髪短かったんですけどでそのまだ研究生時代はアレンジしたらダメだからストレートオールしてしか駄目なのでもう念願のハーフツインでしかも巻き巻き。 巻巻き,巻きキュン巻きハーフツインキュン巻きハーフツインしました結構ねみんなに好評でうれしかったです <laughs> そう好評だったうれしかったみんな可愛いって言ってくれてメンバーもサンキちゃんがめっちゃ「りおさん可愛いすぎる!」みたいなめっちゃ褒めてくれてもううれしかったあとあずみんもね 似合うねって言ってくれたソー,リー見てきたたた <laughs> うん、ハフツインまましいいなと思すそうハーフツインなんかこのハーフツインのこの角度とか高さとかを <laughs> そのなんて、髪の毛髪の毛言ってくれるメイクさんにメイクさんと相談しながら「ここらへん!」とか言って。 あともうちょっと上とか言って <laughs> そうめっちゃ優しいメイクさんでそう、まあ、メイクさん何人かいるんですけどそう相談しながら可愛くしてくれてストレートのハーフツインもやってみたいな今度公園は汗すごくてかっこいいそうなんですよもう汗汗かきなのでるよ <laughs> 体勢がいい <laughs> ひまわりで元気もらった嬉しいそうひまわりねそう昨日ねマーナも来てたしパーナはちょっと仕事で来れなかったんですけどあとおじいちゃんおばあちゃんも来ててちゃーちゃんじいじい来ててマーナがあの「ひまわりめっちゃ感動した」みたいな <laughs> 言ってくれた。 なんかパーナも DMM で見てたらしくって感動したって髪がさらつんそうさらつんでマオナもリオウチはもらっててここにあります <laughs> そうリオウチはもらってましたうちは売り切れたのそうなのすごい 昨日初めての僕体で初めめててのの僕でででリオツン見たたすが可愛かったです嬉しい好きになってください。<laughs> そう昨日ねファンの皆さんの盛り上がりもすごくてあとアンコールの時にいつもはアンコール「アンコールアンコール」って言うんですけど「あずミンリオツンくるくるドアピー」みたいな感じで名前,名前アンコールみたいな感じですごい嬉しかった。 ありがとうございます高校生になりました15歳のりおっちんこと岡村梨央でしばらせてください。で昨日ね思ったのがアンコールあの着替えてて思ったのが <laughs> あのいつもよりアンコール発動が遅めだったんですよ <laughs>。前にりおが多分配信で言ったからなのかな分かんないけど前にりおが配信でいつもなんかアンコールが。 あの発動が早いみたいな話をした喧嘩わかんないんですけど昨日はアンコールの発動がいつもより遅めで <laughs> うんやばかった面白かったそうあれいつもより遅いみたいな思ってリオリオが言ったからかなと思って <laughs> なんか申し訳ない <laughs>。 その情報が回ったんかなえそう懐かしのね懐かしのハーフツインキュンだったキュン可愛かった嬉しい知見さんありがとうございます高校生になりました十五歳のリオツンことをともらう理由で縛らせてくださいあインスタチェックしたありがとう ありがとう。高め似合う嬉しい。あほらありがとう。そうなんですよ。やつは可愛い,い嬉しい。 ねねさしてくれたかもしれないリオリオが配信でったから <laughs> ありがとうございます <laughs> うんでさ昨日ねあの最後の僕隊だったからもうめっちゃ一生懸命 <laughs>。 全部の写写真真を撮撮りたたくっってて頑張って写真撮ったんですよあのなんか夕日を見ているかのあの茶色のなんか制服とあとケイチ先輩の衣装あれはスタジオで着るからまあ撮ったことあるけどあとレイダウンの衣装もスタジオで着るから撮ったことあるんですけどあのそう。 いつも撮れなくって本当に早着替えでそう早着替えだからもう撮れなくて写真がでもう最後だから絶対撮りたくてもうめっちゃダッシュしてでもう「はっはっはっ」みたいなもう2枚ぐらい撮ってカシャカシャって撮って頑張ったんですけどなんか顔が必死で終 <laughs> わった後に見たらめっちゃ顔が必死でなんか目がバキバキで <laughs>。 目バキバキだしなんか顔必死でなんか顔も引きつってて <laughs> 面白かったそうあの急いで撮ったからめっちゃ顔必死だった <laughs> おもろいもう顔が必死すぎてちょっとモアメにのせ,のせるのどうしようか迷って迷って,てそうなんですよりとありがとう してみたい髪型ありますかいいっぱいあるよまと,め、ま、とめ髪もしてみたいしサイドポニーみたいなしてみたいしいろいろしてみたいそれも思い出確かに思い出あとめっちゃ高いポニーテールもしてみたいめっちゃ高めの巻いてるポニーテールとか あかりんさんがよくやってる噴水ポニー <laughs> 噴水ポニーみたいなそう本当に楽しかったですやりきったでね最後の日暮らしとひまわりだったんですけど日暮らしひーちゃんとできて本当に嬉しかったんですリオはでもひーちゃんが本当にもういい子で もう嬉しいこといっぱい言ってくれてインスタ見てきたけどすごい <laughs> そうめっちゃ飛んだあっフォローありがたそうでひいちゃんがあの終わった後に言ってくれてなんか私リオさんのことを思って歌いながら歌うとなんかうまく歌えますみたいな <laughs> 言ってくれてもうかわいいみたいな。 最高楽しかった。ありがとう。そうなんか、ひーちゃんが、なんか、東京公演があったじゃないですか、2月に。僕の太陽公演、東京に行って公演したんですけど、その時にもしかしたら、最後の屋台かも、みたいなの言ったんですよ、リオが。あの、日暮らしの前に。ひーちゃんに、もしかしたら、ひーちゃんと日暮らし歌うのこれで最後かも、みたいなの <laughs> 言ったんですよね。そしたら、なんか、 東京公演の時もリオのことを思って歌ってくれたらしくてそしたらうまくいったらしくってで昨日もの本当に最後だからリオのことを思って歌ったらうまくいきましたみたいな言ってくれてもうこれは告白ですよね <laughs> もう嬉しすぎますそうそう泣けるあとね ひいちゃんが <laughs> リオさんの「ひまわりが一番好きだから」あの見てますねって言ってくれてあと「ひまわり」「ひまわり」は結構ファンのみんなにもメンバーにも家族にも「リオのひまわり好き」ってこうたくさん言っ,てくる言ってもらえて。 嬉しくてあの元旦公演の時にもひまわりしたんですけどかなうかなうがひまわりその時元旦公演の時にひまわりかなうと一緒にしてでそのね「笹さんあった」の MC でかなうがあのリオさんの笑顔見るとなんか元気になれるみたいに言ってくれて <laughs> そう嬉しかった。 そういやなんか日暮は結構個人的に歌いやすくて歌いやすいというかなんか好きなようにこうリオらしく歌えるから曲も好きだしねリオ通がひまわりなのかひまわりがリオ通なのかって感じえウケる <laughs> 嬉しいひまわりです <laughs> う嬉しいそうひまわりもね本当に大好きな曲で昨日もなんかこう感動しながら歌ってた <laughs> そう感動しながら歌ってましたそうなんか日暮もひまわりもそうなんですけどその リオって踊り方が結構キレキレじゃないですかキキレキレだしこう力強い感じだからこうアクセントとかもめっちゃ入れたりとかそういう踊り方が踊り方の人だからね <laughs> だからなんかこうゆるい感じゆるいというかなんかこう綺麗な感じとかなんかゆるい感じ滑らかさみたいな滑らかさとか。 の岡村を見てみたいみたたいいなマネージャーさんが思ってマネージャーさんがリオを日暮らしとひまわりにしたんですよ。そうでその緩やかに踊,踊らないといけない日暮らしとひまわりになってリオが。でなんかそこら辺からそのまあその前からちょっと悩んでたんですけど曲によっての踊り 踊り方の使い分けみたいなをこう勉強してそう勉強してなんかでも最初はうまくいかなくってその特にひまわりが自分ではこうゆるくやってるし逆にそのいつもキレキレで力強く踊ってるものから。 マイナスしてこうなんていうの言うなんか滑らかさにするのって意外と難しくってなんか手を抜いてるように見られないかなってすごい理由不安で怖かったんですけどあのめっちゃ怖かったしなんかこの人手抜いてるなみたいないつもなんかこうキレキレな感じなのになんか手抜いてるみたいな思われないかすごい怖くて。 ステージ立ってたんですけどでその最初らへんはその特にひまわりもリオなりに頑張ってこう滑らかさな感じでいつもとは違う踊り方でこう緩くやってるつもりだったけどそれでもまだ強くてファンのみんなになんか違うみたいな <laughs> そうファンの人の投稿見てたらなんか違うみたいなそのひまわり 強いみたいな言われてたから難しくてでもやっていくうちにこうだんだん使い分け曲によってのダンスの踊り方の使い分けがこうできるようになってきてでもやっぱりそのなんか「ひまわりといえばこれだ」みたいな概念なんて言うんだろう これといえばこれみたいなこう絶対みたいな概念がリオは嫌いなので何て言うんだろうねその人なりの曲の表現でいいじゃないですか <laughs> ね。ねみんな一緒じゃなくてもその人なりの表現がその人の最大限の表現だしその見せたい表現だと思うからそのリオなりのね表現で。 やって。そう。リオらしいひまわりを見つけました <laughs>。そう、リオらしいひまわり。ゃんそう、悩んでました。 歌の世界観が表せられたらねうんいててててその日暮らしもバランスが大事だから、ね、悩んでたんですけどでもすごいひいちゃんとりおって自分たちでもすごい合うんですよ声の相性がよくってでなんかひいちゃんもりおさんと歌うのが一番歌いやすいって。 言ってくれててくれその恋の相性がたぶんですよ, <laughs> <多分笑>よくてそうなんか振り付けもうそんななんか難しい振り付けじゃないしだからだからちょっと難しくて合わせるのがその対照的な踊りなんですよねその二人が。だから こう合わせるのがね意外に難しいんですけど相性が良くて <laughs> 息ぴったりダンスの先生とかにアドバイスしてもらえるのえなんかあの A メロえ A メロの時に「てててててててみたいな肩をこうやって。 やるフリなんですけどその時に最初の頃はもうなんかみたいなめっちゃなんか強くいつものリオみたいにやっててそしたら先生が「もうちょっとゆるくして」みたいなあのアドバイスしてくださってもうゆるくなりました <laughs> そう。 陽んとの日暮らしがとても歌いやすくて大好きってひーちゃん言ってた「えそう」言ってくれてたの「ラブ」ヒチャン「ひーちゃんラブ」「りおらしく踊れてたよかった」「ダンスは表現だから自分の表現でいいよそうですよね」 でね。あ、やばいもう時間がない。そう、昨日、あのー、終わった後にね、2.5期みんなにお花が届いてて、そう。見てください。嬉しいありがとうございます。かわいいし、ペンライトカラー。めっちゃ可愛い,い。めっちゃいい匂いする。本物。 <laughs> 本物の匂いする本物です <laughs> 嬉しいもうありがとうございますちょっとスクショスクショ撮ってほしい。 中似合う嬉しいそうメッセージカードもついてる岡村リオちゃん昇格おめでとうファン一同嬉しいかわいいめっちゃかわいいひまわり入ってるあこれかこれかこれひまわり かわい,いお花これってバラってバラ好きなんですよねかわいいありがとうございます皆様嬉しいです <laughs> 大事に飾ります嬉しいかわいいもう家宝 <laughs> 家宝です そうなんですよ、ペンライトカラーがね嬉しいありがとうございます嬉しいですリオツー紫黄色似合う本当 <laughs> あやばい55分になった誕生日ますそううちわもねすごいこれ見つけやすかっためちゃめちゃ。 見つけやすくてこのリオめこのイラストかわいい好きリオこれ <laughs> かわいいめちゃめちゃかわいいここにさゴリラがいる <laughs> めっちゃちっちゃくゴリラがいるんだけど面白いあらありがとうねっ かわいいそっくり <laughs> やったそり目が目が線になるかわいいありがとうございます 似てるやった <laughs> やった <laughs> うまく仕上がってるじちゃそう嬉しい作ってくださった方ありがとうございます本当に楽しかったです <laughs> そうもう大好きなんですよ牧大公演。 だからもうずっとやってたかったんですけど <laughs> もう大好きだからずっとやっていたかったし曲も好きだからもう全部全部曲好きで大好きまたねいつか出れたら <laughs> 昨日爆裂しましたが皆さん届きましたかリオツンからの爆裂初見さんありがとうございます高校生になりました15歳のリオツンこと岡村リオですぜひフォローしてくださいてかよさびしてる人が多くっていやあの <laughs> 思うんですけどリオが見た時に見てレスしようと思って見た時に他の子見て見てて見てる人が多くて リオを見ないなんて。<laughs> だから睨んできました。試験さんありがとうございます。高校生になりました。15歳のヨつンゴと岡村オでしばらせてください。そうなんですよ。本当に。<laughs> 他の子を見てて、もうリオがどこにおっても、リオから目を離したらいけませんよ。本当に。リオからの、ねリオからのレスを見逃すんですよ。それで。<laughs> リオからレスが来るチャンスなのにそこでチャンスを逃すんですよ。どういうことですかリオがせっかくせっかくね、レスしようと思って見たのに他の子を見ているなんてもうレスしまーっと思うよ。まあ言ったよね。レスは奪うものなんですよ。自分からレスのチャンスを逃がしてどうするんですか もうリオリオから目を離さないでください本当にえもうめっちゃ気づくよよそ見しとるとめっちゃ気づくよ <laughs> 本当に気づきますそうだよ昨日届いたよかった神戸来てくれるありがとう真正面以外のファンを見ることあるえめっちゃあるよ上手にいるのに下手 のファンの人を見るときも全然あるし見逃せませんよ試 <laughs> 験さんありがとうございます高校生になりました15歳のリオツンこと岡間のリオでチボロしてください <laughs> でもやっぱりずっとリオを見てくれてる人には自然と何回もレスしたくなるんですよリオを見てくれてる人にレスをしようってやっぱ思うので普通に 本当に <laughs> そうだよ損してるんだよみんなみんな損してるよ <laughs> だってよそ見ばっかりしてたら「またかよ!」ってなってもう留守戦よって思っちゃうから <laughs> 損してるからねみんなリオからの留守を逃してるんだよ見ててくださいリオのことをちゃんと。 ああと一分でダンジョンム。<laughs> やっぱお互いにレス交換したいじゃないですか。ね。四つんで厳しいのね。厳しいわけじゃないよ。<laughs> 厳しいわけじゃないです。 リオ2レスめっちゃ上手だから好きえっそう僕対公演でレスも上達した気がする前よりも上達した目がいいそうだよリオうえええだから目めっちゃいいよ昨日ありがとうございました。 直接出た恥ずかしいから恥ずかしいからなんて言い訳は通りませんよフフ <laughs> <laughs> バックレスもらったよかった届いてうれしいそうだよ損しちゃうからねそんなにリスレスもらえるのかえもうバックレスですよリオはバックレスですリオちゃんのレスか分かりやすい <laughs> そう愛ですよ愛。<laughs> あ、50分だ。それでは壇上読みたいと思います。13位、元手さんありがとうございます。12位、東野たけさんありがとうございます。11位、リオシーさんありがとうございます。10位。 桃太郎さんありがとうございます九位台湾タカオさんありがとうございます八位シュウさんありがとうございます7位ヒゲゼンマイさんありがとうございます六位ホリちゃんさんありがとうございます五位鈴鹿混じったよしこっこくんさんありがとうございます

イエーイありがとうありがとう明日は朝配信かな多分えわかんない未定 <laughs> ちょっと未定ですちょっとまだわかんないけど明日も仕事があって 本当に昨日は僕の太陽公演最後の僕対公演ありがとうございました見に来てくださった方も配信で、ね、見てくれた方も本当に感謝感謝感激雨あられだっけ <laughs> 何だったっけ あってる <laughs> あ合ってるる <laughs> あっっっかかたたそうさっきねインスタ載せてるので見てくださいストーリーも載せてますあとこの後もインスタストーリー載せるのでチェックしてくださいあと X も載せてます載せてますリエチのリエチが昨日ねあのリオのやつ載せてくれてたので見てください リエチの投稿絶対見てくださいあとこのあとインスタも X も載せるので載せるというかある人にコメントするので。1ゆずけじさんありがとうございますてかさあれりえちの写真さ始まる前に撮ったんですけどあの <laughs> 角度的に2人とも腕がキンキンで <laughs> <laughs> なんかプロレスラーみたいなのて <laughs> <か>ね <laughs> ご利用ご利用だったんですけど <laughs> でも本当はもう2人とも細いので <laughs> あんな太くないあの角度的な問題なのでご安心くださいえそうリーチの投稿を見てくださいそれではバイツンこの後インスタ X 確認してください バイツー、ーまた明日ねー。サラサラつんでした。